ご出版おめでとうございます。おめでとうございます。あと何を食べるかよりもどう食べるかの方が大事だと思っていて、あの潰瘍性大腸炎のことじゃないけど、いつも不安定、今はねもう、ま、いつも安定。いやいいですね。佐々木さんありがとうございます。今日はスペシャルゲストで、はい、しかもこのドクター石五郎がね本を出版されたということで、この食べても太らず免疫力がつく食事法、ご出版おめでとうございます。おめでとうございます。しかもアマゾン1位、紀ノ国屋平積み、平積み、これはもう100万部いきますね。本当ですか。100万部コースでもうね、100万部売れたらね僕らと付き合ってくれませんよ。そんなことです、そんなことです。ねもう一気にもう有名になられてね、もう本当に嬉しい限りなんですけども、今日はこの、出版記念ということで、まあ、石黒先生にですねこの本についてね、どういうことを書かれて、どういう思いでこのね本を書かれたのか、それをね聞いていきたいというふうに思います。はい、普通のお医者さんですと、うん、医学試験を受けて、訓練をして、ただあとはもうあれこう診療されてるだけだけど、はい、石黒先生はいろいろね考えがあって、もともとは外科の先生ですが、大学病院で外科の手術ばっかしてて、いやどうもこれもちょっと不満足だぞと、まあ、いうことで、広く、はい、考えておられると、まあ、いうことですね。ですよね。それをもとに出されたんだろうと推察しておりますが、はい、ちょっとどういう思いでこの本を出版されましたか。まあ、まずはあの本当にコロナですね、今年のもうコロナのことがあって、うん、やっぱり免疫力のことがすごくやっぱり気になって、自分自身でもやっぱり心配だって、あのおそらく日本人の中で誰よりも心配した、コロナのことを心配したものだと思っているので、それで、まあ、自分でその調べ始めたところがスタートなんですけれども、まあ、それまでの間にこう健康のことっていうのはものすごく興味があってずっとやっていて、それからまあ実際教えたりもしてたんですけど、うん、結果的にそのコロナの対策を考えるのと今まで自分がやってきたことが、まあ、基本的には一緒だったなってことに気がついて、でまあ、免疫力を上げること、それからコロナの対策は一緒なので、まあ、そのことをちょっと本にして書きたいなというところがまず出だしなんですね。はい、ただまあ基本的にはなんか薬使うとか、はい、そのまあワクチンだとかそういったこう他のものに頼るのではなくて、自分自身の中の免疫力を上げるってことをメインに書きたかったので、その中ではやっぱり食事のことですね、食事が一番大事だと思っているので、食事のことと絡めて、まあ、書いたというところです。そうですよね。だ基本的に、まあね、新型コロナにしても、まあ、自分もねちゃんとした健康を守っていて、で免疫力があれば、まあ、コロナ心配する必要ないでしょっていうのが、ね、石黒先生のね、お考えですね。結論なんですね。はい、うんうん、まあ、小崎さんも自然治癒クラブやってるぐらいですから、はい、言ってみれば同じ流れ、はい、自分の体で治す。そうですね。だけどまあ自分の体で治すたって近代医学には外科が手術がありね、はい、まあ、抗生物質あり、まあ、先生ワクチンちょっと言ったけど、まあ、天然痘とかそういう狂犬病なんか見るとワクチンも若干貢献してる。だから西洋医学全部否定するってわけにもいかないけど、人間の健康を保つ中心的な存在が人間の免疫力であるっていうのはちょっと忘れられてる感じもしますね。そうですね、特にあのコロナの場合でもワクチンさえできればいいと、そのとおりいうような話があるけど、はい、そんなことがあるのかということありますよね。まあ本当にね。でまあそのね、このじゃあ食べても太らず免疫力を作っていくね、あの書いてありますけれども、まあ、これダイエットなのかね免疫力なのかって、まあ、この本を読むことによって、ね、何が得られますかね。うん、まあ、まずはそのダイエットも絡めて書くってことを決めていたので、はい、まあ、そこが そもそも太っている状態とか内臓脂肪の多い状態が免疫力を下がっている状態であるってことをまず知ってほしいなということなんですね。まあ、免疫力が高いっていうのはまあ健康体ってことを意味するので、健康体であれば基本的には太らないはず、はい、で太らないはずということは太っているということを、すなわち免疫力が下がる健康ではないっていう考え方をベースに僕は持っているので、なのでその太るメカニズム、もしくは痩せないメカニズムで、そこがまあ腸の中の環境
とかも関係してるんだよってことをまずちょっと知ってほしいっていうのが前半部分のお話なんですね。なるほど。なので基本的にはあの腸の中の環境を整えていくことが免疫力のその向上につながるよっていう事実を知ってもらうと、じゃあそこの腸の中に何を入れるか、まあ、要は何を食べるかですけども、そういったことがすごく重要になってくるよってことにつながって、まあ、結果的にその食べるものを気をつけることイコール免疫力に関係するっていうふうに考えてもらえればなと思うんですね。ですね。まあ、先生もね、なんかいろいろもう石黒先生の話を聞いて実践されてますよね。まあ僕はあのまああの、生姜とニンニクとリンゴ酢と緑茶と何がいいってキノコとか言われて、どうもリンゴ酢だけはなんとなくどうやって食べればいいかも分かんないので、今のところ僕はテレビとかでは、生姜、ニンニク、緑茶、キノコを勧めております。まあしかもだからそれ自分で実践したものをきっちり紹介してるっていうことなのでね。まあ、そうそう、あとあの片足で立つと、すぐ練習始めたんだけど、どうもなんか簡単に立てるからこれおかしいなと思って先生に聞いたら、なんかこう動かすと、そしたらこれは体幹を鍛える運動なのになんで体幹が免疫に関係するのかなって疑問になって先生にメールをしたと。そしたらどうもこれはこんなことを一つ一つメールしたら先生の診察の影響を及ぼすというか、それ以来は引き合えております。なるほど、はい。まあちょっとその方法もじゃあ後でちょっと取らせていただこうかなと思うんですが、まあ、いろいろね、例えばあの読んだらそのまま一応 それを全部信じるとかじゃないんですよ、うん、僕は知識としてあそうだなとこう思うと、うん、ね、それはだからよくあの信じますかとかって言うと、科学だから信じる信じないはないんだけど、まあこういうことがあるんだなという理解をする、でまあ自分でやってみたりいろいろ文献を調べてみたりすると、はい、だからもちろんこの本全然あの文句を言うんじゃないんですけど、免疫力を上げるには食事だけじゃないだろうと、うーん、日常的な生活とか、はい、心の持ち方とか、うん、そういうのがあるだろうと。そうですよね。そうすると、うん、この本から発展してですね、免疫力がつく食事法というよりかむしろ免疫力のつく、まあ、もっと簡単にはコロナにならない人生の過ごし方、うん、これがね当面非常に多くの人が知りたいと思ってるんじゃないですか。まあ、まさにそれに答える内容ですよね。そうですね、まあまあ、メインは食事のことなんですけど、ああその、まあ、一応ね 5章立てだって5章目のところでは、はい、あの生活習慣なんですね、お伝えしたいことは、はい、なので、まあ、食事が多分生活習慣の9割を占めてるんじゃないかとは思ってるんですけど、でも実際には運動であったりだとか、はい、それから睡眠であったりだとか、うん、先生おっしゃられたストレス、はい、まあ、ストレスが病気の半分以上を実は占めてしまう可能性があると思っていて、要はストレスの強いストレスを受けてる人っていうのはどんなにいい食事してもどんなにまあ運動しても、まあ、まあ夜眠れないかもしれないですけど、そういった人はどんなにそういった生活者を気をつけてもやっぱり病気になる可能性がある、はい、なので、まあ、トータルで考えるべきだよってことは書いてあるんですね。ただ、まあ、最初にアプローチするのはやっぱり食事なので、食事をまあアプローチすることによってその健康的な習慣にまあ目覚めてもらって、そこからさらにこう発展させるにはどうしたらいいかみたいなステップじゃないかなと思ってます。そうですね、先生もねだって食事結構変えられて体調良くなったと。僕なんか小崎さんに会った時はね、なんか遅いってんなって全然死んでくれなかった。それまではねもうあの食べたいものを食べる、だからもうラーメン、夜になったらラーメン、ああそれから何だったらあのキムチ、ああね、もう大体そういうのばっか食ってた。ああだけど小崎さんに会って、まあ、一応変だなと思ったけど僕の性質を一応やってみる、そうするとどん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 体調良くなってくるじゃないですか。ああで僕の場合特に腸が弱かったから、昔はもうひどかった、まあ、潰瘍性大腸炎のことじゃないけどいつも不安定、とか今はねもう、まあ、いつも安定ね、だからもう随分変わりましたよ。いやー、いいですね。佐々木さん、ありがとうございます。そうですね。そうそう。そうこうしてるうちに今度は一度先生が、ではもういやもう自然治癒の役割終わったなみたいな感じがあるんですけど。だけど僕はねこの本は非常に良くて、多分その紀ノ国屋に平積みされて、うん、Amazon1 位になれば、うん、もうこれはこれでいいと。うん、あとやっぱり問題はフォーカスしたね。はい、あのなんちゅうか本当にこう病気にならない人間っていうのを相当作れると思うわけですよ。そうですね。ね、そっちに向かって確率的に起こるやつはしょうがないけどね。はい、確率的にまあいろんなことが起こるけど、平均値としては相当健康な人を排出できるんじゃないか。はい、それには食事とか食事でもそのメインの食事ね、うん、肉を食べるとかご飯食べるとかいう話と、
それから生姜とかニンニクのようにそれを添え物ね、はい、まあそれと2つありますよね、それから日頃の運動、睡眠、まあ睡眠でも僕は莫大な疑問を抱えてて50歳の時からずっと実践してんだけど、気を失ってる必要があるかどうかっていうのが一番重要で、これも随分睡眠学会なんかの勉強してんだけど、はっきりしないんだ、なるほどね。それからまあストレスが病気に関係するとみんな言ってると、はい、あ先生もそう言われるから資料を調べたら 42.6% かなんかがストレスが原因で病気になってる、病気になるきっかけの一番大きいものはストレスだけどね。じゃあ皆さんストレスどういう時に感じますかとか聞いたらバラバラなんですよ。まあそうですね、うん、だから漠然としたストレスをなくすってことは分かるけど、はい、具体的に何をしたら病気にならないのかっていうところまで入りたいと思ってます。まあそれはね、いろいろね研究テーマありますけど、次の書いてるんじゃないですか、免疫力がつく運動法と。運動法、あ、運動法は行きます、運動法行きますね。あ、運動法は意味がないですけどじゃないですか、はい、運動はその長い時間やっちゃダメだと思うんですね、あのストレ、あの運動そのものがストレスを与える行為なんで、ストレスを与えて、まあ、体を鍛えてるわけなんですけど、オーバーデューだと、まあ、基本的にはそうです、ね、逆効果になるよっていうことで、で僕は知らん、あれ先生の何だったか忘れたんですけど、要するに横軸に運動強度をとって、縦軸に軌道に取り付いたウイルスに対する免疫力っていうのがあって、そしたらあの中程度よりか少し弱い程度で、この中程度よりか弱い程度ってのはどのくらいかっていう解説も書いてあって、うっすらと汗をかくって書いてありましたね。なるほど。まあちょっとじゃあね、まだこれ読まれてない方のために概要の ねどのような食事になっていくのか、それをこう一郎先生、少し説明していただけますか。そうですね、まあ2つのポイントがあって、1つは、はい、まあ、当然何を食べるかですよね。何を食べるか、それから僕の場合はどちらかというと何を食べるかよりもどう食べるかの方が大事だと思っていて、で何を食べるかっていう内容かしら、まあ、いわゆるそのあれですね、悪い油をやめましょうとか、はい、炭水化物に関しては自分の許容量を超えた量を食べるのをやめましょうとか、まあ、そういったことなんですけど、どう食べるかっていうことに関しては、人間の体っていうのは基本的には食べない時間を設けることによって16時間、はい、食べない時間を設けることによってその間に何が起こっているかっていうのを知ってほしいなってことですね。で実際にはその間に何が起こっているかというと、腸の掃除が行われていると、はい、で腸の中の環境というのは単純にこう上から下にこう流すシステムなんですけれども、その流すシステムというのは腸が動いて上から下に流していくと、でその上から下に流していくシステムというのはその掃除をするための時間なので、まあ、胃袋の中に物が入っているときは別に働かない、はい、で胃袋の中に物がなくなったなと感じたら腸が動き始める。消化の運動とは違う運動なので、はい、でその運動を誘発することによって腸の中の本来あるべき細菌とか、それから残渣残りのものですね、そういったものが腸の中に滞らないようにすることが腸の中の環境を整えるですごく大事なことだよっていうことで、まあ、その動きを誘発するには単純に食べない時間をある程度設けないといけないということですね、はい、だからどう食べるかっていうのは、まあ、いかにこうそういった食べない時間を、まあ、自分が持つように工夫する生活をするかっていうことだよってことが、まあ、基本的にはメインです。じゃあ、まあ、僕なんかはね、まあ、昔から食べることに対しては栄養学でもしっかりした先生いるんですけど、はい、別にだからそういう先生がいないってわけじゃないんですけど、栄養学の多くの人は感覚でね1日3食がいいとか、はい、もっとひどいのは文部科学省が朝食を食べる子供は成績がいいとか、それむちゃくちゃなことを言うわけですよ何のデータもないっていうね。じゃあデータがないというかね、朝食を食べる子供が成績がいいのはデータあるんですよ、はい、ただ朝食を食べるってことはお母さんが割合育児がしっかりしてて起こして子供を起こして朝食食べさせるわけですよ。で朝食食べさせないお母さんっていうのは夜の仕事だったり育児がほったらかしてるわけだから、要因がいくつでもあるのに、その中でその朝食を食べさせると成績運がそんなことないだろってねでね、そういうものがいくらでもあって、僕もあの3食、まあ、歴史的には3食食べるのは江戸時代ぐらいですけど、それもまあ、 肉体労働の人とそれから肉体労働じゃない人とは結構違ってたわけですね。で僕なんかはまあどっちかっていうと朝起きてめんどくさいから昼まで食べないと、結局16時間ぐらい空白だと。で午前中は確かに先生の言う通り、僕はね午前中の時間ってね、もういろいろまだ僕腸が弱かったからね、はい、動いてるわずっと、空腹でね。で午前中が終わりかけると、つまり昼食ぐらいになるともう俄然
落ち着いてきて、うん、そこから食べてもそんなにひどいことにならないんだけど、うん、やっぱり夕食食べて夜食食べて朝食なんか食べるとやっぱり午前中は腸の状態非常に良くなかったですね、うん、僕なんかはやっぱりだからその朝を省いてそのまあ、ね、睡眠をとって朝も省いたりとかしてると要は空腹の時間が長いと、うん、でなのでそれはまあ健康上いいということになるまあそうですね、うん、一番簡単な方がそれなだけなので、うん、別に朝と昼食べて、まあ、夜の時間を調節するでも全然問題ないと思いますけど、はいまあ、そうした方が痩せやすいですけどね、はい、あのそれはもうデータ上もあるので、うん、ただまあどこを絶食した方が痩せやすい昼から夜までそうですねあの夜食を抜くってイメージあ夜食を抜くい、うん、朝昼を食べて夜抜けば一番痩せますあ朝昼を食べてだから朝食べて2時頃食べてあと抜くとそうですそうですどうですかできそうですこれはあの食費が安くなるね安くなります安いわ安くなりますだからまあコストセービングもあと、うん、ね体の夜はあのお酒はいいんでしょうかお酒お酒はここはお酒はね先生はね終始お酒は悪いって言ってるんだそれで僕もちょっとこの頃お酒ちょっと減らそうかなと思ったりしてまあでもちょっとここにねそうあの祝賀会の用意ができてるやっぱりね今日は森蔵も100年の孤独も特急系は全部ありますからありますからね、はい、アルコールが悪いというふうには僕は言ってるつもりはなくて、まあ、僕自身があのそうお酒飲まないので、うんうん、あまりお酒のこと言う立場ないかなと思ってるんですなるほど自分自身がお酒を飲んでやめてとか半分量減らして体調が良くなったかどうかってことを僕自身が言えないのでそもそもはそのお酒に関してはあまりあの言及しないんですね、はい、ですけどただ純然たる事実としてアルコールは一旦毒になってから代謝されるというのは間違いないですねそうそうアセトアルデヒドのことってられる、はいうん、毒になる間違いなく毒になってから代謝されているのでとそれ、まあ、肝臓のその余力の程度個人差ありますから そこのところに依存しちゃうの で, そうだから体にいいとか悪いとかっていうのを一般的に言うよりはやっぱり個人差が結構あるものだっていうものすごくありますよねですね、はい、まあ僕なんか5合飲んでしょ普通1日5合、はい、その5合飲んで寝て3時間ぐらい経ったら起きるんですよ自然に、はいで起きた時に酒が残ってるようだったら午後を減らそうと思ってる。なるほど。それ3時間の間で肝臓が処理する量の範囲に飲むと。なるほど。ところがこの頃1合半にわざとした日が何あるわけきちっと、はい、そうするとねそっちの方がね翌日は元気ですねそれ肝臓がねじゃあもうあの自分の体に効いた上でやっぱり減らした方がいいっていうのは分かったということですか。違う分かんないだけどストレスは明らかにアルコール飲んだ方がストレスは下がる僕の場合は積年のこう長い間のストレスは別の方法で解消するんだけど、はいはい、その日のストレス、うん、今日のストレスはねアルコールで全部バーンと消しちゃうわけですなるほどつまり昨日のことを忘れるためのアルコールなんですじゃあまあ病気の 47% のリスクをアルコールで回避したとそうですよねだからまあそういう点ではいやね大体ね、まあ、石黒さんはそうじゃないけど普通のお医者さんはねお医者さんとか栄養士の先生、一個のことだけを考えて、まあ確かに。それが悪いと悪いって言うんですよ。だって人間はと総合的なもんですからね。はい。はい。まあじゃあそれ置いといて。あじゃあとりあえず、じゃあ他に何かこう言い足りないことありますか この本でどういうことが学べるのかって。うん、まあそうですね。あとは、サプリメントとかですよね。はい、まあそういったものが、まあそれも栄養補助食品全般だと思いますけど、健康にいいと称する、まあ、データもあるかもしれないし本当に聞いた人がいるよいっぱいいるよっていうのかもしれないですけど、まあ、そういうものに行くよりもやっぱりスーパーで買える食材で、はいはい、あの日常生活を元気にしていくってことが大事なんじゃないかなっていうことを、まあ、終始一貫して書いてます。なるほど。世の中にはサプリメントだけで生活するような人いますからねサプリメントだけじゃ無理ですけどねはいまあ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 ということでですねそのまあ食べても太らずね免疫をつく食事法ぜひねこちら書店に行っていただいて僕は一言言いたいのはね、はい、僕みたいにむちゃくちゃな人でも小崎さんに聞いてこの本なんか読んでくると、はい、がぜん生活が良くなるからねいやそうですよねそれはやっぱりそれは大切ですね次にあの先生にあの入浴法とかいろいろ運動法とか睡眠法とか日常的な生活習慣はどうあるべきか、あと人間関係とかねあのストレスのもと全部人間関係ですからね、
うん、そうね、人間関係のストレスが多い人もいますね。いますね。はい。まあそんないろんなねシリーズが今後ね、石黒先生からそうたくさん本出して、もうこれ書いてベストセラーだったから、もうこれからはもう書け書けって言われて大変ですよ。ですよ、ね。しばらくはね。でもがっぽりもう印税が入ってでそれでね、あのちょっとそれで食事ご招待いただければと思ってますんで今後もね、あどうぞよろしくお願いします。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひ書店で手に取ってください。あのね、はい、あの1年にね本は6000冊出るんですよ、はい、出版されるの、はい、その6000冊のうちのね、なんか5000何百冊は4ヶ月で消えるんです。あ、 それを超えて残る本っていうのは本当にわずかなんです。非常にこう、もちろん中身がいいんですが、はい、あのもう残るっていうのが一つは幸運なんですよ。いろんな要因があって、それでもうとにかく本屋に縦に積まれてそのまま4ヶ月で捨てられるっていう本がもう9割何本ある。それが現実なんですね。そうだから、そこをクリアしてあるあれに乗ったら、そこからはもうね、一応その本の、うん、本の価値で売れていくんです。いやでも本質的な部分もついてますからね、やっぱりこれはもう、うん、あの永遠にあのちょっと内容が難しいと僕思ってたんだけど、小崎さんの言うには現在はこのくらいの難しさがいいっていう話だね。まあ難しさっていうか、このぐらいのねデータの話は載ってますよね。うん、まあ分かりやすくしたつもりですよね。もともと最初ちょっとあのかなり論文調だったやつをあのかなり砕きまして先生から実は書き方教えてくれてあのかなり変えたので、そう、はい、なんかベストセラー作家ですか、はい、まああのね自然中見ていただいてる方はもうスッと入ってくるような内容がありますので、ぜひともこちらの本、購入して、読んでいただければと思います。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。